釘、釘、釘、英語ネイルとは、ねじ部を持たない、略棒状の本体を、ほぼ変形させることなくそのままハンマー等で打ち込む、ことによって結合する固着具。一般に、金属や竹、または、木で作った細い棒の一端を尖らせているものである。金槌、弦のなどで打ち込んで、木材、ご板、ボード類などを接合、固定したり、壁などに打ち込み、 物をかけたりするのに用いる。パチンコ台では、真鍮製の釘を使用して、パチンコ玉の跳ね返りなどを起こし、台の出玉を調整したりする役割を持つ。一般に釘はマリーが日本ではかつて、江戸期まで四角い釘、角釘、枠釘も使われていた。アスカ時代から明治時代初頭までは、枠釘が各種建築物に用いられていた。法隆寺の近藤から、 アスカ時代の枠木が用いられていたことが確認され、これが日本で使用確認された中で一番古い釘である。枠木は当初日本刀と同様に炭蔵によって製作されており、釘型の金属製品を作成する鍛冶屋を釘鍛屋とも言った。人工増に伴う住宅需要の増加などから、江戸時代初頭には鋳造が主流となった。1872年頃から、 西洋建築には、枠議では接合力の弱さのため対応できないとし、フランスから船便による洋区議の輸入が大量に始まった。フランスだけではなく、イギリス、ベルギー、ドイツ、オーストラリア、アメリカと順次輸入を拡大。枠議は、淘汰されていった。安田工業が、1897年、明治30年に、深川にて、生区議工場を開始したのが、 大規模西洋製釘の始まりとされている。当初は、釘の材料となる洗剤をすべて輸入に頼っていたため、海外からの釘の輸入価格に立ち打ちできず、また正常に輸入量も左右されていたが、釘の安定供給を国策として、官営や新製鉄所が1908年、明治41年洗剤の生産を開始。これに伴い、洋釘も国内生産で賄えるようになり、 現在に至る。今では枠西洋は宮大区による自社建築の新築、修繕のみとなった。日本では日本工業規格の JIS A5508、1992で以下の釘が規格化されている。釘の用途は広く、そのため用途に応じた様々な種類、長さの釘がある。一部メートル法では霧の悪い長さの釘もあるが、これは 釈迦法では、霧の良い数値になる長さである。木造軸組工法の建築物から、日曜大工に至るまで、幅広く用いられている釘。種類、長さも豊富で 19mm から 150mm まで14種類ある。色はすべて素地、鉄の色で、見分けがつきにくいので注意を要する。打ち込んだ後では、検査ができないため使った釘の箱を見て、 確認するしかない。この釘は、バラで箱入りになって売られているものと、コイル状に連結されて売られているものがある。前者は手打ちで、後者は自動釘打ち機を用いて打ち込む。この釘を枠組み壁工法に使用することは許されていない。なお、木造軸組工法において、厚さ 7.5mm 以上の構造用ご板、特類を N50 釘を用いて外周部。 中間太も 150mm 間隔で軸組みを呼び、間柱に打ち付けた壁は壁倍率2.5倍の強度を持つ体力壁として認められており、また初期剛性と粘り強さに優れているため耐震性、耐風性が非常に高い。この際、釘頭は構造用合板にめり込んでいてはならない。蒸気の 打ち込んだ後では、検査ができないという問題を解決するために、デジエ釘と称する頭部に、釘長の刻印されたカラー釘が発売されている。企画表は、下記の通りである。2-4、2-4広報、イコール、枠組み壁工法の建築物に使われる釘。鉄丸釘、N 釘よりやや太めで、先段強度に優れる。種類は4種類しかなく。 それぞれ異なる色で塗装されているため、ご使用が起こりにくく、打ち込んだ後でも検査が容易である。この釘は、ほとんどの場合は、コイル状に連結されて売られており、自動釘打ち機を用いて打ち込む。強度が高く、色による判別が容易なため、木造軸組工法の建築物で、鉄丸釘、N 釘の代わりに用いられることも多い。なお、枠組壁工法において、 厚さ 9mm 以上の構造用語板、特類を CN50 釘を用いて外周部において 100mm 間隔、中間部において 200mm 間隔で枠材に打ち付けた壁は壁倍率3.0倍の強度を持つ体力壁として認められており、また初期剛性と粘り強さに優れているため耐震性、耐風性が非常に高い。この際、釘頭は 構造用合板にめり込んでいてはならない。24、2倍方工法、イコール、枠組み壁工法の建築物に使われる釘。鉄丸釘、N 釘より、やや細めで、先端強度に劣る。このため、現在ではほとんど用いられない。代わりに24用太めて詰まる釘、CN 釘を用いる。石膏ボードを木材に取り付けるために用いる釘。 石膏ボードは非にしいが、強度的には脆いので、この特性に合わせて、形状、材質が工夫してある。なお、木造軸組工法及び、枠組壁工法において、厚さ 12mm 以上の石膏ボードを GNF40、釘を用いて、外周部において 100mm 間隔、中間部において 200mm 間隔で打ち付けた壁は、壁倍率0.9倍の強度を持つ、 体力壁として認められており、また、初期剛性と粘り強さに優れているため、耐震性、耐風性が高い。この際、釘頭は石膏ボードにめり込んでいてはならない。シージングボードを木材に取り付けるために用いる釘。シージングボードは、水にシーが強度的には脆いので、この特性に合わせて、形状、材質が工夫してある。なお、 木造軸組工法及び枠組壁工法において厚さ 12mm 以上のシージングボードを外周部において 100mm 間隔、中間部において 200mm 間隔で打ち付けた壁は壁倍率1.0倍の強度を持つ体力壁として認められており、また初期剛性と粘り強さに優れているため耐震性、耐風性が高い。この際、釘頭は シージングボードにめり込んでいてはならない。釘胴部表面に凹凸をつけ、表面が亜鉛ッキされている釘。一般的に釘は引っ張りにはやや弱いが、この釘はその弱点を補ったもので、鉄丸釘に比べ2倍程度の引き抜き体力を持つ。鉄丸釘、N 釘より太く、表面が亜鉛ッキされている釘。先段強度に優れる。この釘は、 Z マーク補強化なものを取り付けるために用いられる。造作用部材等、構造体力上重要でない部分に用いられる釘、鉄丸釘、N 釘に比べて、断面積は半分程度と大変細く、先端強度は半分程度しかない。したがって、これを構造体力上主要な部分に用いてはならない。色は黄色、または金色に塗装されているものが多い。 この釘は、コイル状に連結されて売られており、自動釘打ち機を用いて打ち込む。日用大工、仮止めなど、構造体力上重要でない部分に用いる釘。鉄丸釘、N 釘より細めで、先端強度に劣る。従って、これを構造体力上主要な部分に用いてはならない。色は、素地、鉄の色。この釘は、 ホームセンターなどで小箱に入って売られており、手打ちで打ち込む。日本古来の建築に用いられる釘。鉄を叩いて炭造して作られ、四角い断面を持つ。新潟県三条市には20年に一度行われる、伊勢神宮の式年遷宮や全国各地の神社仏閣の修理復元に使用される、枠木を打つ、火造りのうち、山、外部リンク参照がある。 鉄道のレールを固定するのに用いられた釘。頭部が、領地のある犬の顔の形に似ていることからの名称である。日本刀を柄に、ひなわ銃を台、銃傷をに固定するために用いる竹、木などによるもの。有字型をした釘で、また釘、つぼ釘、ステープルともいう。絶縁のための被覆のあるものとないものがある。絶縁被覆のあるものは、主に伝統線。 同軸ケーブルなどを固定したい時に挟んで、押さえ込むように打って使用するが、木材以外には基本的に使用できない。被覆のないものは、複数の木材を接合する場合などに使用する。かすがいも参照。コンクリートの壁などに対し、板などの比較的軽量なものを固定する時に使用する。重量物などには、コンクリート釘は使用せず、アンカーボルトを使用する。建築では、 寄せ胸の屋根の隅木の固定など組木としない大きな梁などに用いる。また、牛の時参りと呼ばれる藁人形に打ち込むなど呪いの儀式に用いられる呪術の道具としての認識が定着している。呪いに使う釘は耳、釘抜きを引っ掛ける部分のないものを使うとも言われる。右利きの場合、釘を左手で支え、右手に持った金槌などで打ち込む。 左手で次の釘を取り出すことが一般的だが、釘を口に含み口の中で取り揃え頭の方向を向けた釘を左手で取り出すような所作する大工がかつていた。これは方向を揃えることで早く打てるようにするためと、釘に湿気を持たせ錆びることによって接合力を高めようという意図もあった。現在では、多量に打つ場合は自動釘打ち機を使うのが普通であるので、 口に含むような所作をすることは、ほとんど見られない。打ち間違いや解体作業を行う場合は、バールで釘を抜く。打ち込む母材と平滑になるまでは、金槌などで打ち込めるが、それ以上に沈める場合は、釘締めと言われるような金属棒状のものを当てがい、叩き込む。この沈んだ部分を、目止め材などで埋め込めば、表面上に釘は見えなくなる。 蒸気のような規定があるにもかかわらず、鉄丸釘、N 釘や24用太め鉄丸釘、CN 釘を使わなければならないところに、誤って細いロール釘、NC 釘や梱包用鉄釘、FN 釘を使ってしまうことがある。特に検査が厳重な場合でも、釘の種類までは検査しない場合が多いため、この手の欠陥はかなり多い。釘の間隔を守らなかったり、 釘頭が構造用合板などの面材にめり込んでいる子もある。このような欠陥住宅は耐震性、台風性が低くなる。また、家が常時揺れるなどの支障も来たしやすい。このため、建築士、設計士、思考業者ともよくチェックする必要がある。腰用の主な原因は、釘の種類が多すぎて、どれを使えば良いのかわからないことや、 釘に関する知識が不足していることが挙げられる。また、釘の箱に、普通鉄釘などという不明瞭な表記がされており、紛らわしいことも一因である。なお、現場に置かれている釘の箱に、NC、FN、MN21 から50、MN25 から65、MNF31 から7などの表記があったら、その釘が構造体力上主要な部分に使われていないことを、 確認する必要がある。1万1、構造体力上主要な部分において、釘の種類を誤って使っていたり、釘頭がめり込んでいたりしたら、それらの釘をすべて無効とし、正しい釘を打ち直す必要がある。なお、出る釘は打たれるは、雇用であり、正しくは、出る釘は打たれるである。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。